ショコラジ、ショコラジ、ショコラジ、口が岬のショコラジ。皆さんこんにちは、 RCC アナウンサーの口が岬です。日曜日のお昼いかがお過ごしでしょうか。もうずっと雨が降っていますが、広島市内はですね、今もお天気カメラ見ると結構雨が降ってますね。平和公園も傘さしてます。もうみんなさしてますね。もう雨いいよっていう感じなんですが、昨日もね結構夜私家にいたんですけど、広島市中区結構雨降りました。もう遠くから走ってくるようなザーって聞こえてきたかと思うと、バーって風とともに強く降り出して、ああこれまた大丈夫かなっていうふうに思ったんですが、それを受けて今朝歩いて出社したんですけど、家の途中に川があって、でそれ川を見たらまた増水してて結構傘が増してたんですよね。で1週間前にも、同じようにして歩いて出社してきたんですけど、その時も、かなり増してて、今よりも増してて、その時はかなり濁流、土色の水がバーって流れてたんで、それは収まってたんですけど、また川の水が増えてるって思って、でセミも全く鳴いてないですよね。降り続く雨で無事かなっていう風に思ったり、でそういう風に思ってると、昨日から広島県はまん延防止等重点措置に入ったり、あと台風シーズンにも入ってきてるんで、もうなんか背負うものが多すぎてしんどいって、なったりするんですが、ちょっとこの時間はショコラジオを聞いて一息つく時間にしていただければなと思います。お便りとかどんどんお寄せください。さあこの番組ショコラジは広島のタウン情報誌ウィンクとのコラボレーションでお送りしています。今日のお相手はウィンク広島編集部のんさんこと野上愛さんです。のんさん、はい、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ウィンクの皆さんも、広島県がまん延防止等重点措置になったということで、9月の12日まで、今のところ、はい、ちょっとリモート出演ということで、はい。よろしくお願いします。お願いします。なんかね、リモートになったりならなかったり、もう本当になんかね、大変ですけど、いろいろお話伺っていきたいと思います。はい。そうですね。はい。こういうご時世なんですが、のんさんは、なんか気持ちだけでもこういう風になりたいとか、なんかやってることとかってありますか？そうですね、気持ちだけでも。やっぱり今、なかなかお出かけがしづらい、できない時期なので、はい。海外旅行行きたくても行けないなって、思ってる方も多いかなと思うんですけど、うん、私はそんな時に、スマートフォンのマップ、はい、を使って、うんうん、世界の観光地を上空から楽しむっていうのをちょっとやってます。はいはいはい。なんかできるんですよね、 Google の地図使って。そうです、スマートフォンのマップ立ち上げて、うんうん、で通常ね、こう普通のモードの地図が出てきますけど、それを設定で、航空写真っていうモードに設定をすると、そのリアルな、うん、上空から眺めた衛星写真のようなリアルな地図が出てきて、はい、でそれで、例えばフランスのベルサイユ宮殿って検索かけたら出てくるんですよ、うんうんうん、そっか。でベルサイユ宮殿行ったり、はい、エジプトのピラミッドに行ったりしてます。いいですね、地図上で。私道を歩けるアプリ、なんだろう、 Google で道の写真が出てくるっていうのはやったことあるんですけど、上空からっていうのはやったことなかったです、はい、そう、上空から見るとね、なかなかやっぱ現地でリアルに見るのとはまた違った視点で、確かに観光地が楽しめるっていうのも魅力で、はい、特にそのベルサイユ宮殿なんかはすごい広大な庭園があるんですけど、うんうん、左右対称に作られていて、でそれが現地でリアルに見るとわからないんですけど、はい、その地図上で俯瞰してみたときに、うん、こんなに美しく庭園が設計されてるんだっていうのが楽しめて、いや、そうですよね、なんか、うん、そういう
素晴らしい技術というか、昔の人ってどうやって作ったんだろうっていうのが、確かに俯瞰してみたらよくわかるかもしれないですね。はい、はあ、そんな楽しみ方がをやってます。いいな、気持ちだけでも海外旅行というか外に出て、はい、そうですね。そっか、私もその外に出るっていうことだと、まあ、今は出られないので、はい、読書でちょっと世界観楽しんでるんですよ、はい、今なんか最近とってもめちゃくちゃ自分の中でいい本に出会ったんですけど、それがなんですか、はい、ザリガニの鳴くところっていう小説で、はい、あのこれディーリア・オーウェンズさんっていうアメリカの72歳の方が書いた初めての作品なんですけど、はい、あの全米でも500万部の突破したベストセラー、で日本でも2021年の本屋大賞の翻訳小説部門の1位に選ばれてるんですよ。あ、そうなんですね。めっちゃくちゃいい本で、うんうん、これ何で知ったかというと、うん、あの土曜日の週末ナチュラリスト、はい、で一文字さんが、うん、あの毎週本をね一冊紹介するんですけど、うん、それで熱く語ってらっしゃって、私はもうこれをね、うん、聞いて読みたいと思って買って、うんうん、読んだんですけど、はい、結構小説は読んでるんですけど、うん、その中でも上位に来るというか、心にズーンって響くのってなかなか出てこないんですけど、これがね本当に響いたんですよ。でストーリーはどんな感じなんですか？ストーリーは主人公はカイアっていうあの、うん、6歳の少女なんですけど、はい、あの5人兄弟で末っ子なんですね。でお父さんお母さんと合計7人で湿地の地帯に住んでたんですよ。湿地地帯、うんうん、はい、足元不安定な感じのところ、でお父さんがすごく暴力的で、ある日、うん、お母さんが去ってしまうんですね。あの去ってしまうんですけど、うん、兄弟4人も順番にそのお家を去ってしまうんですよ、カイアを置いて。で最終的にお父さんとカイアだけになって2人暮らしするんですけど、ある日を境にお父さんも去ってしまうんですよ、うん、でカイアは1人残されて、でそこで、うん、まあ、どうやって生きていくかっていう成長物語でありながら、実はその成長物語とともに、なんだろう、ミステリー、殺人事件も一緒にな進んでいくんですよ、物語が、同時並行で、で、うん、そのカイアの成長物語があって、次の章でミステリー、その殺人事件の話があって、で次カイアの成長物語があって、次の章で殺人事件の話っていう風に進んでいく感じなんですけど、この2つがこう盛り込みながら、こう交差しながら進んでいく感じなんですか？そうなんですよ。で最終的にそれがくっついて、うん、なんかドキドキハラハラの実はミステリー小説っていう話なんですけど、伝わりますかね？面白そうですね。いや面白そう。そうで読んでみたくなりました。ぜひ読んでほしい。これ本当に私の中ですっごい心にきた作品で、で、うんうん、何がその今の時期読むといいかっていうと、はい、この著者のディーリア・オーウェンズさんが動物学者の方なんですね、はい、で、あのその湿地の海の近くのその湿地地帯のお話なんですけど、うん、湿地にいる鳥だったり植物とか動物の生態系とか営みとか生き方をものすごく詳しく書いてあるんですよ、うんうん、でそこに出てくる鳥の名前とかキノコとかも出てくるんですけど、詳しく、うん、をいちいち携帯電話で調べながら画像を見ながら読み進めていくと、うん、なんかちょっとなんだろう、今まで知らなかった湿地の世界に足を踏み込んだような感じがして、うん、ものすごく自分の知識が広がった気分になれるんです、この小説。面白い読み方ですね。そうですね。だからちょっとまあ旅したような気分になれる、そんな小説でもあるなって思って、今ぜひ皆さんに読んでほしいなって思いました。うんうんうん、湿地の旅ってなかなかね、あの現実でもできないですもんね。あですね、することないですよね、うん、なかなかね。そうですよね、はい、ちょっとこの心に響いた作品をぜひ、皆さんにも読んでほしいなと思ったりもします、はい、今日はですねメッセージテーマが気持ちだけでもということで、うん、まあ、この、ね、新型コロナの状況になってから結構経ちましたが、なんかまだやっぱりおうち時間ってね、どう過ごしたらいいか分かんないっていう人もいると思うので、
おすすめのものとか。未だにね、なんか迷いますよね。いや、そうなんですよ。うん。本読んで過ごしてるけど、なんかこれで充実してるってことにしていいのかなって思ったりするんですよね。はい。なんで、まあ、おすすめの過ごし方であったり、この会えない人への気持ちの届け方のおすすめとか、はい、こうやって過ごしてますよっていうのがあったら、どんどんお寄せください。そして今日はフルバージョン、1時台には明日発売ウィンク9月号のおすすめ情報をお届けします。そして2時台には中区本通りにある紅茶のお店リンデンさんとのショコラジコラボティ、ショコラジの香りに合うスイーツについてお伝えします。これ、はい、買った方、飲まれた方、感想もどんどんお寄せください。お待ちしています。宛先です。メールはradio@rcc.net、 小文字で radio@rcc.net、 ファックスは082-221-3300、 082-221-3300 です。ツイッターはハッシュタグショコラジ、カタカナでショコラジをつけてツイートしてください。今日も最後までお付き合いください。ふむふむウィンクのコーナーです。このコーナーではタウン情報誌ウィンクの最新号情報をご紹介します。今日は明日発売のウィンク9月号についてです。のんさん、はい、再びよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、これ今回9月号は何の特集なんでしょうか。はい、9月号はカレー特集でございまして、はい、はい、これは担当、総括を担当したということなんですね、のんさんが。そうです、今回、はい、企画の統括を担当させてもらいました。はい、これなんでカレー特集なんですか。いや、まあ、これ9月号になるんですけれども、うん、まあ、9月っていうともう秋の初めだと思うんですけど、はい、やっぱりもうこのところずっとその9月って結構暑いじゃないですか。暑いですね、はい、はい、でその暑い季節に食べたいものってなんだろうって思った時に、あ、カレーだっていう風になって、はい、でカレーといえば日本の国民食として多くの人に愛されてる人気のグルメかなというところで。そうですね、はい、うん、で、ま、カレー特集やりたいなってなった時に、はい、その結構今2019年以降ぐらいから、うん、東京や大阪を中心に、はい、全国的なカレーブームが来ていて。いや、わかります。これ、うん、唐揚げとカレー店が私の周りで急激に増えたような気がして、はい、実感されてますか。はい、実感してます。そうそうそう。で、知らなかったんですけど、俳優の北村匠海さんもカレー好きを公言してて、もう今すごい若者の間でもカレーが来てるっていう風に言われてるんですよね。うん、うん、みたいですよね。すごいですね。あとはそのやっぱり今コロナ禍で、うん、そのおうちご飯を作る機会が増えたというところで、その、まあ、おうちでカレーを作ろうって言った時に、はい、レトルトカレーとかで作るとか、固形のルーとかでカレーを作るのが割と一般的だったと思うんですけど、うんうんうん、最近はそのスパイスから購入して、はい、本格的にカレー作りをするっていうのが小さなブームを集めてまして。これ私もやりましたもん。あ、やりました。一から揃えて、確かにやりました。で、周りもやってる人多くって、確かにそのブームも来てますね、はい、そうそう、なんで、うん、まあ、カレー来てるなっていうところから、じゃあその広島の街はどういう動き見せてるかなって調べた時に、はい、やっぱりここ 2,3 年で例えばスパイスカレーのお店だったり、うんうん、あと南インドカレーを扱うお店が、これも気になってたんですよね、増えてきてて、うんうん、あとは、はい、広島イタリアンカレーを出すお店もオープンされてたりなどなどですね。イタリアンカレーもか。なんか一言でカレーって言ってもこんなに種類あったんだって、はい、私今回見て、うん、紙面見て思いましたし、あと、はい、まあ、家でスパイスから作るっていう人もいますけど、その家では作れないような、そんなカレーを外で楽しめるようになってきてますよね。そうですよね。南インドカレーとか絶対作れないですもんね、家では。なかなかね、はい。うん、でこれ、まあ、中身も今から紹介していただこうと思うんですけど、はい、まず表紙のこのカレーがものすごく美味しそうで、
これありがとうございます。一皿に3種類のカレーが乗ってるんですね。そうです、これ、はい、合いがけカレーって言って今割と流行ってるんですけど、はい、そのいくつかのルー、別の種類のルーを一皿でかけてあるのを合いがけって言うんですね。最高、いろんな味が楽しめるんですね。はい、これはどこのお店なんですか？はい、こちらはですね、広島市佐伯区八幡にありますじわじわカレーというお店なんですけれども、はい、はい、こちらですね、店主さんが本当にカレー愛の強い方で、うん、なんか24時間365日カレーのことを考え続けているというふうにインスタグラムのちょっと文章なんかにも書かれてある、そういう、うん、カレー愛の強い店主さんが作る、はい、カレーが楽しめるんですけど、特徴としては、うんうん、スパイスを巧みに組み合わせたその新感覚のカレーになるんですよ。へえ、あ、だからスパイスにこだわってらっしゃるっていうことなんですね。そうです、はい、なので、まあ、紙面の方でもそういうことをご紹介してるんですけど、うん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 、で調子に乗ってるのが、はい、3種盛りカレーという、まあ、いわゆるそのカレー3種類の合いがけカレーになるんです。はい、これだから3種類カレーがかかってるんですけど、全部違う種類で、違う種類です、うん、色も全然、見た目も全然違うんですよね。ちょっと濃いめのキーマカレーみたいなのがあったり、うん、バターカレーみたいなのがあったり、ちょっとグリーンカレーっぽいのがかかってたりと、3種類とも色も種類も全然違うんですね、うん、はい、こちらがですね、不定期でその3種類の内容が変わってくるんですけど、はい、今は、一つが、うん、3種のダルとくるみマスタードのチキンカレー、チキンキーマカレーですね。で、2つ目が、はい、トマトパプリカセロリとハーブのカレー、3つ目がポテトとカリフラワーのスモークしてないのにスモークしたかのようなラムキーマカレー気になる気になるなんか全部ややこしいな、全部でも違うジャンルだなっていうのは分かったんですけど、はい、ちょっとこれ食べてみないと全然想像つかないですね。そうですよね、スモークしてないのにスモークしたように感じるカレーどうなんだろうと思いますよね。何、種が知りたい、うん、なんでこういう風になってるんだろうっていう、うん、食べたい。こういうのってだからテイクアウトとかもできるんですか？そうです、やっぱ今この雑誌を作ってる時は、うん、まん延防止がの前だったので、はい、まあ、通常営業のその想定で作ってはおりましたけれども、うんうん、まあ、今この状況だということで、はい、紙面でもテイクアウト、このご紹介しているメニューがテイクアウトできるできないっていうのも案内させていただいているので、あ、本当だ、まあ、その辺、うん、見ていただきながらテイクアウトできるものに関しては、まあ、うん、状況に応じてっていう感じで、ね、楽しめたらいいですよね。これしかも結構テイクアウトできるんですね。 ほとんどお店がテイクアウトできるようになってますね。そうですね、割とやっぱカレー屋さんなんで、はい、カレーってテイクアウト、まあ、今までもずっとされてたりとかしてるお店さんが多いんで、はい、あ、はい、なるほど。で、うん、持ち帰りといえば、はい、ちょっとこれ私パン好きなんですけど気になったのが、あ、カレーパン特集のページもあるんですよね。はい、あ、そうなんですよ、なんかカレーパンもすごい来ていて広島の街で、あ、なんか専門店見ました、うん、理常会館の隣にできてたり、あ、できてますね、してるなって思って。そうですよね、はい、でそのお店も載ってるんですけど、うん、他にもいろんな個性的なのが載ってて、ちょっとこの中でのんさんのおすすめ、はい、一番のおすすめなんですか？はい、おすすめはですね、ホテルグランビア広島の焼きカレーパンなんですけれども、はいはい、こちらの広島駅北口にあるホテルの、うんうん、特製の焼きカレーパンということで、はい、ホテルのシェフとパンの職人さんが共同で開発してる、まあ、カレーパンが全部で5種類あるんですけど、はい、割とね、食べ比べが楽しかった、美味しかったんですよ。あ、これだから5種類なんですけど全部色が違うんですね。はい、のパンの色も緑とか赤とか黄色、うん、白黒とあって、中身も全部違うカレーが入ってるってことなんですか？そうなんですよ、キーマカレーが入ってるものとか、はい、あとそのホテルならではっていうところでいくと、うん、ホテルの中に中国料理のお店レストランがあるんですけど、はい、そこのエビチリを使った
カレーパンとか。あ、これが赤色なんだ。赤色の、うん、はい。あとは、これ新作になるんですけど、白いカレーパンもあの写真に写ってるかと思うんですけど、うんうん、これがあのホテルの日本料理店で作られた、はい、牛すじ煮込みのカレーなんですけど、すき焼き風、そうそう、山椒が効いてて、はい、そのすき焼き風のちょっと甘い感じもありながらピリッと山椒の、はい、こうあの刺激もあって本当美味しかったです、最高。これだから5種類あるんですけど5個全部でも、はい、1200円か。そうそう、だから 1個ずつ買うと270円なんですけど、うんうん、5個セットでコンプリートすると少しお安くなっていて、そうですね、はい、ホテルグランビア広島の中に入ってる、だからレストランとかが、それぞれ工夫しながら作った一個一個のカレーパンがセットで1200円ってめちゃくちゃなんかお得だし、ね、これはちょっと買ってみたいなって思います。なんか手土産にもいいような感じです。そうですね、予約もできるんですよね、はい、そうですね、ウェブ予約が可能なので、はい、まあ、あのネットで予約をして、ホテルの2階にディッシュパレードというお店があるので、そこに受け取りに行くような形になります。わ、はい、かりました。ではちょっと最後になるんですけれども、このカレー特集ウィンク9月号3名の方にプレゼントです。ご希望の方は住所氏名電話番号を書いてご応募ください。メールはradio@rcc.net、 ファックスは 082-221-3300 です。ぜひカレー好きの方永久保存版として応募してきてください。さあ今日のお便りテーマが気持ちだけでも…ということなんですが、お便りいただいております。花の47年組こじこじさんから、気持ちだけでもですが、コロナの影響で実家の神戸に帰省ができていません。神戸に関する情報を調べる機会があったので、ついでに必要じゃない地元の情報などいろいろとチェックしたりして、気持ちだけでも少しは神戸に帰省した感覚を持てました。本当にいつになったらゆっくり帰省ができるんですかね。淵上さんもなかなかできていないのではありませんか。そうなんですよ、私もちょっと最近まさに帰ろうと思って準備してたんですけど断念しました。もうね、本当にねお盆もダメだったし、いつになったらっていう感じなんですけど、まあでもちょっとでもなんか地元ではないですけど遠くに行けた気分になれればなということで、ちょっとのんさんにも聞いてみたいと思います。のんさん、はい、お願いします。改めて、はい、お願いします、はい、ちょっとやっぱ帰省できない人もいる中で、そうですよね、なんかね、各地に行ったり旅行した気分になれる場所ってありますか。はい、はい、広島にいながら北海道に行った気分が味わえるスポットがありまして、はい、神谷町シャレオに6月21日にオープンをした北海道マーケットというお店なんですけど、うん、はい、こちらが北海道の食を取り扱うアンテナショップになってまして、はい、常設店なんですよ。そうなんですね。だから、はい、今までだと、うん、デパートの催事で北海道店とか催しがあって、うんうん、そこに足を運べばその北海道の美味しいものが現地に行かなくても楽しめるみたいな感じで、ね、すごく人気だと思うんですけど、はいはい、こちらは常設店なんで、まあ、いつでも北海道の美味しいものがここに行けば買えるという、うん、そうですね、常設店で北海道店って珍しいというか、なんかああ、あるんだって思ったし、私ここ実はちょっと行ったことがあるんですけど、はい、ワクワクしました。うん、はい、楽しいですよね。眺めるだけでも、うん、こうなんかこうあれも欲しいこれも欲しいってすごい美味しいものがね本当にたくさんあって、そうですね、うん、私ホタテのステーキと、はい、あとなんだっけな、チーズの乾燥させたおつまみみたいな買ったんですけど、うん、ものすごい美味しくてバクバク食べちゃいました。これがいつも買えるんだなと思ったらものすごく嬉しいですよね。はい、のんさんのおすすめありますか。はい、おすすめいろいろあって、はい、ま、
今、まあ、カレー特集やってるからではないんですけど、うん、その北海道スープカレーも有名ですし、 あとジンギスカンのお肉の冷凍なんかもあったり、へ、あとはその富良野のジャムとか、うんうんうん、あとお店の方があの特にあの人気商品ですっておすすめされてたのが、はい、函館の名物イカ飯、イカ飯ね、はい、真空パックになってる商品で、そうなの、美味しいんですね、うん、結構すぐ売り切れるものみたい。あ、そうなんですか。はい、これあの写真もね載ってますけど、結構しっかりイカの中にがっつりご飯入ってて、はい、食べ応えもありそうですよね。はい、甘辛い秘伝のタレで味付けした郷土料理、もちもちした食感だって書いてある、うん、そうそうそう、美味しそう。そう、これあの明日発売のウインク広島版の9月号に掲載される、まあ、記事を見ていただいてるんですけど、はい、そうそう、いろいろね、あの紙面でもその商品、おすすめ商品をご紹介をしていて、うんうん、そう、お酒も結構あるんですよ。で、お酒も、はい、はい、私はあの純米酒を買ったんですけど、これ、うん、あの外の瓶がすごく可愛くって、はい、旭山動物園の動物たちが描かれてるんですけど、うん、それが3種類あるんですよ。へー、そのうちの、まあ、1個をとりあえず買ったんですけど、はい、だからお酒を飲んでその後に、まあ、お花飾るとか何かこう小物入れにするとか、ちょっと瓶を買ってもいいなと思って。いい、ね、まだ飲んでないんですか。はい、まだ飲んでない、これからの楽しみで。ちょっと飲んだら感想を聞かせてください。はい、いいな。あとなんか三宝力とかね、有名なあのバームクーヘンも買えたり、あとテイクアウトもできたりするところがあるんですね。はい、そうです、テイクアウトの内容もやっぱりその北海道にちなんだものがいろいろとあって、うん、はい、あの北海道のミルクと夕張メロンのこうソフトクリームだったり。最高、これ絶対食べたい。うん、行こう。あとはあの十勝の男爵芋を使ったコロッケだったり、はい、あとはザンギって皆さんご存知ですかね。ああ、私知らないです。知らないですか。はい、あの北海道の鶏の唐揚げをザンギって呼んでるそうなんですけど、そのザンギなんかも売ってるので、こういうものをね、こうテイクアウトしてお家で楽しんでもいいのかなと思います。そうですね、まあ、ショップで買うもよし、こういうテイクアウトも楽しめるから、まあ、今のご時世に合ってるなっていうのもありますし、はい、あともう一個私がこれ言っておすすめなのが、うん、あの近く隣にチーズケーキのお店があるんですよね。ありますね、テリーヌチーズケーキ専門店のレタラっていうお店でしたっけ。レタラ、ここね、うん、買ったんですけどすっごく美味しくって、はい、うん、であのなんかもうあのチーズテリーヌなんですけど、かなり量もあるんですね、はい、でまあ、1個3000円ぐらいだったかな。で午前中に行くというか早めに行かないと売り切れちゃうんですけど、そう、もう土台もバターとかクッキー感が感じられて、あ、こだわってるなっていうのがわかるし、うんうん、でこの上のチーズ部分もなんかね、酸っぱいとかあの、酸味とかではなくって、もうなんせミルク感のあるチーズケーキなんですよ。口上さんが好きな、ね、はい、種類のですね、味ですね。あ、そうですね、大好きな味です。うん、うん、はい、なんでこれもぜひ皆さんにちょっと試してほしいなって。本当にここ人気ですよね。私も買いたいなと思って何度か足を運んだことがあったんですけど、はい、まあ、行くのが遅かったせいかもう売り切れちゃってて、そうなんですよ、サイズじまいでいるんで早めの方がいいと思います、うん、そうですね、はい、うわ、そっか、ちょっとじゃあ北海道に行った気分になれますね、ここで。そうですね、まあ、今はねちょっとなかなかやっぱり外出控えないといけない時期だと思うんで、まずはそのウインクの雑誌で、はい、ちょっとこうイメージを膨らませていただいて、うん、まあ、ちょっと行っていいよっていう時にあの足を運んでいただくのがいいかなと思ってます。はい、そうですね、わかりました。のんさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、この後もどんどんお便りお待ちしています。ふちがみさきの気になる話。このコーナーでは世の中にあふれる無数のトピックスの中から私淵上が気になるものをピックアップ。今日ピックアップしたものはこちら。今日は何の日？路面電車の日。
さあということでですね、のんさん改めてお願いします。お願いします。はい、実は今日8月22日は路面電車の日だということを皆さんご存知でしたでしょうか。いや、知らなかったですよ。そうですよね、私もこれ、うん、調べて初めて知ったんですけど、はい、これなぜこの日なのかというと、1903年のこの日、もう100年以上前ですねに、うん、東京で初めて路面電車が走った日ということなんですね。うん、で、実はこの日とは別に6月の10日も語呂合わせで、はい、6と、ま、10が、ま、天電みたいな感じで路電の日ということで、はい、路面電車の日ともなってるんですよ。へー、はい、ま、ということで路面電車の日は年に2日あるんですが、今日も路面電車の日ということなんですね。はい、そしてのんさんはレトロ好きですが、はい、路面電車ってどんなイメージですか。はい、路面電車、そうですね、うーん、レトロな感じありますね。昔の車両がずっと走ってて、うんうんうん、広島なんかでもそのなんか昔京都の方を走ってた電車が、あ、なんかこうあの広島の街を走ってたりして、はい、なんか祇園か金閣寺かちょっと覚えてないんですけど、うんうんうん、なんかそういうね、京都らしいネーミングがついた電車が走ってるのなんかを見ると、あ、なんか可愛いなと思って、レトロだなと思って見てます。そうですよね、これあの、はい、ま、昔ながらのとかレトロっていうイメージが強い人もいると思うんですけれども、はい、実は今その路面電車って見直されていて、すごく、うん、ま、ホットというか再流行を迎えるかもしれないっていう乗り物なんですよ。いや、そうなんですか。そうなんです。私ね、これ実はあの路面電車について学生の頃に卒業論文を書いたんですね。あ、そうなんですか。そうなんです。フランス語専攻だったんですけど、ま、フランスでも結構路面電車を中心とした街づくりがなされていて、はい、なんかあの路面電車の成功地みたいな感じになってるんですよ。で、ま、それを、ま、広島とかあの日本でも今取り入れようとしていて、はい、で、まあ、それに関連して書いたというか、まあ、あのたまたまいい材料があったと思って書いたんですけど、目の付けどころが素晴らしいですね。あ、本当ですか、ありがとうございます。うんうん、それであの路面電車については結構その時詳しく調べました。はい、で、これがとってもホットで再流行を迎えるかもしれないというのはどういうことかと言いますと、うん、今ですね、世界では路面電車が SDGs の面で見直されているんですよ。はい、まず一つ目はこのマイカーを使わずに市内を巡ることができて、ま、環境にもいいと、うん、確かに、はい、が一つで、さらに地下鉄とか電車のように結構あの建設費用とかかかっちゃうんですが、それもま、抑えられる、うん、で、バスよりもま、定時制といってこの結構時間通りに路面がちゃんとあるんで、時間通りに、電車が来るということで定時制もあるっていう点がとってもいいと。はい、で、路面電車自体も床が低くなってバリアフリー化されたり、前より揺れが少なく静かなものが開発されているっていうことで、まあ、SDGs っていう点で見直されてるんですね。はい、で、再びこの点から路面電車は世界で脚光を浴びており、アメリカとかヨーロッパ圏でも路面電車を中心にした街づくりがなされてるんです。はい、で、はい、日本だとあの富山県が実は路面電車の将来性をこれ見て、その最近路面電車を中心とした街づくりを成功させたんですね。あ、そうなんですね。そうなんですよ。これ JR と路面電車を直結させて、うん、この街の至る所にアクセスできるようにした。これはなんか路面電車の成功例みたいなこと言われてるんですけど、今。へー。はい。で、広島も2025年には現在工事中の広島駅が完成予定ということで、まあ、ますますこれから、はい、県内でも路面電車が活躍するかもしれない。うん、はい、ということでですね、今日は今まさに旬でホットな路面電車について詳しく知っていきましょう。クイズを出題したいと思います。回答者はのんさん、全問正解目指して頑張ってください。はい、はい、頑張ります。はい、えらい軽いですね。結構これ難しい問題もありますよ。うわー、心して挑まないと。はい、はい、心して挑んでください。お願いします。はい、はい、じゃあまずは第1問です。歴史についてなんですが、
路面電車の最盛期って日本では明治から昭和なんですね。はい。明治時代に京都で最初走り始めたんですけど、以来最盛期全国に広がりました。で、これが第一次ピークと言われています。はい。で、しかし、昭和の時代に第二次世界大戦による、鉄資材不足であったり、不要不急ですよっていうふうに言われちゃって、撤去されたんですね。はい。はい。で、少なくなったんですが、また戦後、復興のシンボルとして復活を遂げるんですね。うん。で、これが第二次ピークと言われています。はい。で、そういうふうにして路面電車頑張るんですが、その後、高度経済成長期によって路線が激減してしまうんですね。ああ、はい。ではここで問題です。その、高度経済成長期によって路線が激減してしまった理由、それは一体、はい、なぜでしょうか？はい。どうぞ。わかりました。え、嘘。わかりました。はい。車が大量生産されるようになって自動車社会になったから。え、すごい。ピンポンの前に言っちゃった。え、正解です。これ何？一般常識？一般常識ですか？なんとなく想像したらわかる。わかりました。本当ですか？高度経済成長っていうとやっぱりね、自動車業界がやっぱり花形でこうね、ぐーっと右肩上がりに伸びてった時代なのかなと思って。すごい、はい、そうなんですよ。ええ、自家用車が溢れ返って、路面電車が道路を走るのも難しくなったっていうのも一つの理由なんですね。はい。へえ。そっか。分かったことに感心されてます。いや、分からないと思います。絶対これめっちゃ難しいと思ったんですけど。これが難しい問題だったんですね。そうなんですよ。うんうん。ちょっと次の問題めちゃくちゃ簡単かもしれない。では、じゃあ第2問です。はい。これ簡単かな。日本全国で路面電車が一番活発な都道府県は一体どこでしょうか？都道府県。はい。都道府県全国で一番活発な。はい、一番活発。どこだろう、いろいろありますもんね。まあそうですね。どこだろう。全国は17路線あります。はい。一番活発。はい。広島。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。正解はどうでしょうか？すごい、正解です。当たった、よかった。そうなんですよ、実は広島が一番活発なんですよ。うん。これ広島電鉄って日本最大の軌道事業者、路面電車の事業者というふうに言われてて、はい、路線の長さ、あと車両の数ともに日本一の規模を誇ります。で、乗客数も、乗降客数も JR 広島駅とほぼ拮抗していて、路面電車としては桁違いの数字なんですよ。そうなんですね。はい。知らなかったですよ。たまたま正解したんですね。たまたまですよ。今一瞬長崎とか違うとこ思い描いたんですけど。あ、なるほど。でもちょっとやっぱ広島応援したいなと思って言ったんですよ。基地と出ましたね。はい。まあ、実は私もですね、学生の頃卒論で路面電車について書いた時に、やっぱりこのフランスの路面電車と並んでよく一番調べたのが広島の路面電車でした。ああ、そうなんですね。そうなんです。一番活発なんですね。うん。はい。ではその、じゃあ、続いての問題です。これ最後の問題ですので。はい。はい、はい、お願いします。お願いします。広島の路面電車についてです。はい、実はですね、路面電車、貸し切りにすることができるんですね。うんうん、はい。新型コロナウイルスで制限はあったりするんですけど、広島に関わらず結構ほとんどの路線で貸し切りを行っています。で、イベントとかでもよく使うし、修学旅行などでもよく使うということなんですが、ではここで問題です。はい。全問正解なるか。市内を走る路面電車、貸し切りは、一行程片道ですね。一体、いくらでしょう、はい、これ3択にしました。はい。1、約1万8000円。2、18万円。3、180万円。1番。お !1 番の1万8000円。ファイナルアンサー。はい、ファイナルアンサー。正解は、こちらです。
っぽですか。当てずっぽですけど、なんかあのなんかワインかなんかを飲みながら貸し切れるみたいな情報を前見た気がして、その時にそのぐらいの値段だった気がしたので。そうなんですね。ちょっと潤いですが、すごい全問正解です。やった、おめでとうございます。まあ、何にもあの景品とかはないんですけどこれ正確には 18,240円、はい、で、まあ、1工程っていうのは、広島駅から、まあ、原爆ドームまでのこと、片道のことを言うんですね。だいたい、まあ、15分から20分ぐらいの間なんだそうです。はい。で、何で一番使われるのかっていうふうに伺ったところ、やっぱ修学旅行が一番多いですということでした。で、一般でも、学生さんであったり、あと結婚式の前撮りとかでも使われるんだそうです。ああ、いいですよね。広島ならではの雰囲気というか、うん、そうですよね。特別な場所として。ですよね。うん、はい。で、まあ、8月とかは、この、なんだろう、平和学習みたいなんでも使われたりするらしいんですけど、これ被爆電車も、平和学習など目的によっては貸し切り可能ということなんですね。うん、だから、ちょっと今まで私も知らなかったんで、新型コロナウイルスで結構使用利用数は減っているそうなんですが、これ落ち着いてきたら貸し切ってイベントとかも楽しそうだなっていうふうに思いました。本当ですね、うん、さあということで、今日はちょっと路面電車の日ということで、路面電車について問題を出してきましたが、のんさん見事全問正解です。はい、ありがとうございます。うわ悔しい、これ絶対間違えると思ってたのに今度なんか、はい、お願いします。あ、わかりました。何かそうですね、ごちそうします、美味しいものを、はい、ということで、今日は路面電車についてでした。以上、淵上咲の気になる話でした。皆様お待たせいたしました。さあこの時間はショコラジオリジナルティー、ショコラジの香りにぴったりなスイーツを紹介します。改めてなんですが、この度ショコラジは中区本通りにある紅茶のお店リンデンさんと、番組オリジナルのショコラジの香りというフレーバーティーを作りました。紅茶のお店リンデンの店主沖野隆さんは、香り付けされた紅茶をブレンドして新しい香りを作り出すのがとっても得意な方なんですね。でショコラジからは、アイスティーに合う紅茶、どんなスイーツにも合う紅茶、ショコラジなのでショコラ、チョコレートのフレーバーを使ってほしいという3つの要望のもと、スタジオの香りや雰囲気を再現してもらいました。でできたのがショコラジの香りというフレーバーティーです。チョコレート、マロン、レモンの3つの香りをミックスして作ってくださいました。現在は中区本通りにある紅茶のお店リンデンさんの店頭やリンデンネットショップでも購入することができます。そして8月はですね、このショコラジの香りをより美味しくいただくために、一緒に食べたら最高に合うスイーツをご紹介していきます。で今日はのんさんプレゼンツ、ショコラジの香りに合うスイーツです。のんさん、はーい、お願いします。お願いします。はい、のんくさんがショコラジの香りに合うスイーツ紹介してくれるのが2回目ということなんですが、はい、そうなんですよね。今回はちょっとなんか前と違う視点というかポイントがあるんですよね。はい、前回の提案がホットティーと生ケーキの組み合わせだったので、うんうん、カカオカッテお店の甘栗っていう、そうですね、モンブランみたいな、はい、はい、のをご紹介させていただいたので、今回はちょっと趣向を変えまして、うん、ミルクティーと一緒に楽しめるスイーツを選びました。はい、私このショコラジの香りなんですけど、はい、ミルクティーで飲むのが正直一番好きなんですよ、私は、うん、なので今までミルクティーと一緒に一番合うスイーツっていうのが紹介されてなかったんで、はい、今回めちゃくちゃ楽しみです。ありがとうございます。はい、さあでは早速のんさんからのスイーツを教えてください。今日私がお持ちしたのは、中区大手町ヘイモの焼き芋アイスケーキです。はい、これ目の前にあるんですけど、はい、私行ったことあるんですよ、このヘイモさん。はい、でこれアイスケーキって言うんですけど、まあ、シンプルに、うん、まあ、焼き芋を冷凍したものなんですよね。そうそう、そうですね。はい、でこれが、はい、私が行った時は
まあ、2時間ぐらい置いて、冷凍を溶き切った状態で食べたんですね。はい。めちゃくちゃ美味しかったんですけど。うん。これ、ノンさんの今回のこだわりの食べ方っていうのもあったりするんですよね。今回は、はい。実は、この、まあ、この、冷やし焼き芋と、うんうん。ミルクティーで、ちょっと、アイスクリームのような味わいを楽しんでいただきたいっていうことで、はい。割と冷凍庫から出して、まあ、間もない15分ぐらいのタイミングでの解凍時間でのこの焼き芋アイスケーキを組み合わせて食べていただきたいなと思います。まだ15分しか経ってないからすごい凍ってる。まあ、ちょっと硬いかな。硬い、ちょっと硬いですけど、これが、まあ、ミルクティーと合わせるとすごく美味しいってことなんですね。はい、そうです。わかりました。へえ、これ、ヘイモさんって焼き芋専門店だから、この焼き芋もすごくこだわりがあるんですよね。はい。ちょっとじゃあ、まず、どうしよう、いただいてみていいですか？あ、はい。わ、ちょっとこれ、聞こえるかな？ラジオで。コツコツと。サクって音がした。まだ凍ってるんで。うん。焼き芋アイスですね、これ。いただきます、焼き芋アイス。はい。どうかな、うん、あ、冷たい。ちょっとミルクティーも一緒にいただきます。はい。一緒に飲むと、ちょっとこう混ぜ合わせるので、口の中で。混ぜ合わせちゃいました、今。なりました？めちゃくちゃ美味しい。うん。びっくりこれ。そう、蜜芋アイスクリーム風が楽しめるかなと思うんですけど。そうですね、びっくりしました。普通にこれ冷凍の焼き芋なんですけど、はい。この紅茶と合わせることによって、うん。口の中でその焼き芋がじわーって溶けていくんですよ。はい。で、なんかその焼き芋のすっきりとした甘さに、このミルクティーの香りとそのクリーミーさっていうんですか、ミルク感が混じって、めちゃくちゃ美味しい。なんか不思議なというか。うん。不思議ですね。今までの提案とはまた違った感じの楽しみ方ができるんじゃないかなと思うんですけど。確かに。これ焼き芋だけでも十分美味しいんですけど、この焼き芋にもやっぱこだわりがすごくあるんですよね。はい、そうそうです。鹿児島産の熟成蜜芋の紅はるかっていう、焼き芋ですか？品種の焼き芋を、うん、あ、品種の芋を焼き芋にしてるんですよ。はぁ。うん。なのでそのね、こう、うん、蜜芋のこう甘い、確かに何かこれ冷凍してあるからか分かんないんですけど、風味もすごいしっかりしてます。そう、何かお店の方も、うん、そのあのお店では通常の焼き芋とこの冷凍バージョンの2つを販売されてるんですけど、はい、店舗スタッフさんもこの冷凍が実はおすすめなんですと、その冷凍することでより風味が増すというふうに押されていたんで。はい、ちょっと待って、これ新感覚だな。冷凍の焼き芋って美味しいんですね。美味しいですよね。はい、これ食べて飲んで、そう、口の中で冷凍焼き芋がじゅわーって溶けていく感じ。そう、もしかしたらミルクティーのその作り方もいろいろあって、はい、私はホットに冷たい牛乳を足したんですけど、もしかしたら牛乳もホットにして、はい、あったかいミルクティーと合わせて、本当に熱々のミルクティーにして一緒に合わせると、多分よりその温度によって、味わいがね、違うかもしれないですね。溶けていって、うん、そっか、違うかな。これ私、ホット、めちゃくちゃホットなミルクティーになってるんですけど。はい。が、私は好きかもしれない。口の中に入れた瞬間に、焼き芋アイスケーキがジュワーってとろける感じ。はい。で、このミルク感と、ショコラジの香りで、より華やかにミルキーにしてくれる感じがたまらなく美味しいです。そうですよね。やっぱ紅茶がかなり華やかなね。うん、はい。上質な味わいなんで、うん、それをこのシンプルな、まあ、スイーツと言っても本当にその焼き芋、冷たい焼き芋で、はい、そのシンプルな
焼き芋が紅茶の味わいを一層引き立ててくれるような感じですよね。そうですね。ちょっとこれ本当衝撃でした。ありがとうございます。ありがとうございます。1回目とは全然違う感じで感動しました。はい、ちょっとひねりを聞かせました、はい、2回目なんて。すごいすごい、こんな合うんだ。でこの焼き芋アイスケーキってテイクアウトもできるんですか？はい、あ、そうです。これテイクアウト限定の商品になってまして。そうなんだ。はい、はい、1パック420円です。お、了解しました。これはちょっと、はい、あの冷凍できるから冷蔵庫の中に入れといてもね、そうですね、まあなんだろう、人が来た時に出せたりもするかもしれないですね、うん、はい、うん、さあということで今日のんさんが持ってきてくださったのはヘイモの焼き芋アイスケーキです。アイスケーキとは言いつつも冷やした焼き芋、冷凍した焼き芋ということなんですね。すごく美味しかったです。番組のインスタグラムにもアップしておきますのでぜひチェックしてくださいね。そしてショコラジオリジナルティー、ショコラジの香りなんですが、販売期間が8月31日まであと1週間と少しです。お急ぎください。お値段はティーバッグ3つ入りで税込み330円です。中区本通りにある紅茶のお店リンデンの店頭、またはお店に行きにくいという方は公式ネットショップでもご購入いただけます。リンデンで検索してホームページをご覧ください。のさん、はい、ちょっと嬉しいお便りも来てるんですよ。はい、おはがきで鉄的猫太郎さんから、はい、先日注文していたショコラジティが届いたのでいただいてみました。ショコラジの香りがとても良く、ミルクティーにしても冷めても美味しいので大好きです。普段香りをじっくり楽しみながら紅茶を飲むという習慣がないので、とりあえず一袋だけの注文だったんですが、今日追加で9袋注文したので友達にも配ろうと思います。すごい、9袋も。そうなんですよ、嬉しい、ね、もったいないので、はい、試しに2番煎じしてみたら、紅茶としては味が薄いんですが、食事のお茶として飲むと、いい香りのお茶という感じでとっても良かったです。はい、麻婆茄子の後まるでウーロン茶のように口がすっきりしましたよ。第2弾のお話がないのかと勝手に楽しみにしています。またね、なんかできればいいなと思うんですが、はい、まずお料理に合わせるのもありなんですね、うん、あ、確かに。そうですね、あのウーロン茶風にって書いてくださってましたけど、うんうん、そうです ね、甘くないから、うん、でね、味もすごいすっきりもしてるんで、はい、合うと思います、うん、ぜひスイーツだけではなくお食事にも合わせてみてください。はい、本当に、はい、そうですね。販売期間は8月31日までです。税込み、ティーバッグ3つ入りで330円です。お急ぎください。そしてのんさんの今日のご出演はここまでとなります。のんさん、ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。はい、またコロナ落ち着いたらスタジオに戻ってきてください。はい、お待ちしています。はい、お会いできるの楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、お便りいただいております。気持ちだけでも…ということで、ちょっとゆっくり読めるの今日初めてこの時間ですよね。すいません、本当にちょっと一気にいろいろ紹介したいと思うんですけれども、ラジオネームストレートマンさんからは、コロナ禍でどこも行けない代わりに、世界各地の料理を作って旅行に行った気持ちに浸っています。今は本場の人のレシピがネットで手に入るので、キューバ料理とかスペイン料理、ブラジル料理を現地で有名な曲をかけながら、まるで本場の人になった気持ちで作ってみています。明日はドミニカ共和国の料理にチャレンジしてみようかなと思います。ドミニカ共和国の料理、どんなのがあるんだろう。でもその曲をかけながらっていうのはいいですね。私はですね、今一番やってるのは料理で言うと、あの休みの日にニンニク料理を食べてます。もう大量に。それもこの前は、久しぶりに連休があったんで、この前日の日に、ニンニクのホイル焼きを作ったんですけど、初めて。美味しいですね。めちゃくちゃ美味しかったです。ニンニクがジャガイモみたいになって、ホックホクで、最高でした。でも次の日、全然自分では、臭いと思わなかったのが怖かった。多分、外に出たら、えらい匂い放ってるんだろうなって、思って、そうで、連休のつもりで、それをやったんですよ。そしたら、その日の夜に、ニンニクのホイル焼きを食べた日の夜に、メールがピロンってきて、先輩から、ちょっと明日ナレーションで出てこられるって言われて、
やばいと思って会社に出て行ったんですけど、ちょっとなんて思われたかは私は知りませんが、誰にも何も言われなかった。多分相当臭かっただろうなって思ってます。そういうね、料理の楽しみ方いいですよね。あとはですね、宮島じかさんからは、気持ちだけでもですが、うちはペットを飼っていないんですが、何かを育てるつながりで庭に植物を植えています。昔はキュウリ、トマトや枝豆も育てていたこともあるんですが、今は朝顔やお化けケイトウを育てていて、この雨で本当にお化けのように大きくなっています。これさっき調べたんですけど、なんかブロッコリーみたいな形の花で可愛いなって思いました。いろんなね、色があるんですね。花は日によって変化があり、眺めているだけで本当に気持ちが落ち着きますよ。あー、でもわかります。私も枝豆を買った時に、エアプランツって言っての空気中の水分だけで育つ植物と、あと無印で買ったちょっとちっちゃい木の植物、三つを揃えたんです、枝豆と一緒に。で、頑張って育てるとやっぱり心が安らぎました。なんか親のような気分になって。でも今残ってるのがその無印で買った木だけで、あと全部枯れました。エアプランツなんて本当に水あげなくていいんですよ。なのになんか空気に当たっちゃいけないみたいで、エアコンからの風が直で当たるところに置いちゃって枯れてしまったんで、難しいなって思いました。次買うときは頑張りたいなと思います。あと面白いなと思ったのが、ルパンザサールさんからは、気分だけでも…ですが、小学生の子供とお風呂に入るときにゴム風船を持って入ります。何に使うかというと、風船に水をたくさん入れて膨らまして、頭の上に持ち上げて構えます。お風呂の湯船の中でククを言わせるんですが、間違えるとそれを落とします。クイズ番組みたいにして気分だけでも楽しんでいますよ、などと素敵なお便りいただいておりますね。他にもたくさんちょっとあるんですけれども、また後ほど紹介したいと思います。レイチェル・プレッテンで、レイチェル・プラッテンでファイトソングをお送りしています。この曲は私がオーストラリアに留学してた時にものすごく辛かった時があって、その時に元気を出したいと思った時に聴いてた曲です。今秋田方市でも雨が降ってるところもあると思うんですけど、そんな中でも泥のかき出し作業をされている方がいるということですので、久保田さんからも連絡がさっき来ました。十分気をつけて、その作業にしていただければなと思います。こういう曲で少しでもちょっと元気になってもらえればなと思います。で、今日はですね、気持ちだけでも…ということでお便りいただいています。ラジオネームタカブランカさんから、昨日プランターで育てている赤しその葉っぱを摘んでシソシロップを作りました。シソの絞りかすを使って、よく自家製ゆかりふりかけを作っていましたが、パリッパリに乾燥させないとできないので、この天気じゃ無理だなぁと思って、絞りかすとちりめんを煮込んだ佃煮を作ってみました。シソ風味のご飯やお供や、シソジュースで気分だけでもスカッと、爽やか、真夏の午後を楽しんでいます。わ、素敵ですね。梅とかも私いつかつけてみたいなって思うんですよね。なかなか体が動かないんですけどね。そうか。今読んでる本が、和の習慣70っていう本なんですけど、これが、キミノリンコさんっていう日本文化のキュレーター、日本文化を発信する方が書いてる本があるんですね。で、なんかなんだろう、着物についてとかお茶について、日本のほうきについてとかすごい紹介されてる本なんですけど、これにもなんか梅の付き方とか、それシソの扱い方とか書いてあって、いつか挑戦してみたいなって思います。あとはですね、ストレートマンさんからは、僕は帰宅後にとある猫の動画を見ています。僕が見ているのはもちまる日記というチャンネルの動画なんですが、下僕と名乗る飼い主さんとの日常や表情が豊かで愛くるしいもち様という猫の姿に癒されています。最近は少し心もすさみがちになることも多いですが、猫と一緒に過ごしている気分に浸っているときは心が穏やかになれる気がします。あと動画関連で言うと、廿日市市那須坊さんからは、
気持ちだけでも旅行気分を味わうために鉄道の YouTube を見ています。電車の車内から 車窓を撮影したものがあります。始発駅を出発するところから終着駅に到着するところまで撮影されているので、家にいながら車窓を楽しむことができるのがいいですよね。また車掌さんのアナウンスとか走行音、走っている音も楽しむことができるんですよ。旅行気分はもちろん鉄道好きにはたまりませんね、といただいています。確かに YouTube とか、さっきのんさんもおっしゃってましたが、 Google とかでいろんな映像とかね、その各地の画像が見られるんで、そういうのは本当に携帯とかがあってよかったなって思いますよね、今このご時世。私最近スラムダンクを見始めました。スラムダンクは結構こわもてじゃないですか、キャラクターが。だから怖い話なのかなって思ってたんですけど、見たらものすごいおバカな話だったんで、ちょっと見たいなっていうふうに思ったんですけど、でもAmazon プライムで調べたところ101話まであったんで、ちょっと全話は無理かなと思って今心が折れかけてます。でもこういうことをね、駆使しながら、また広島県まん延防止等重点措置に入りましたが、ちょっとでも楽しい時間を過ごしていければなと思ったりもしますね。さあ今日ここまでは RCC アナウンサーの淵上咲がお送りしました。この後も素敵な日曜日をお過ごしください。それではまた来週です。